高橋優太の動画。コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じコーヒー好きの高橋優太でございます。今回なんですけれども、とある検証をですね、やってみたいと思っております。で、どういった検証かと言いますと、こちら、焙煎度違いで引き目のばらつきに差が出るのかという検証でございます。はい。かなりオタク度高めですよ。はい。じゃあまずちょっとその前に前段の話になるんですけれども、こちら、浅入りのコロンビアンスプレモ、こちら深入りのコロンビアンスプレモ、両方ともコロンビアのスプレモでございます。で、焙煎度が基本的に深くなればなるほど豆が膨らんでいって、豆はどんどん柔らかくなってきます。で、豆がこう焙煎度が浅いとですね、豆が膨らんでなくて密度が高いので、豆は結構硬いですね。バキバキに硬いです。で、こちらの焙煎度が深い豆の方は結構サクサクって感じの硬さになっております。で、それぞれ同じ引き目で引いてみて、こちらのナイスカットミル使うんですけれども、こうナイスカットミル同じ設定で引いてみて、その引き目のばらつきが出るのか出ないのかっていう検証なんですが、なんでそれをやろうかと思ったかと言いますと、こちらは豆の硬さが違うということで、実は同じように引いてるつもりでも、例えばですけども、深入りの方が細かい、微粉が出やすいとか、まあ味がちょっと重くなりがちな微粉ですね、その微粉が出やすいとかいうのがあるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。で、あるとすれば、深入りの時が微粉が出やすくなるとか、そういうのがあるとすれば、深入りを引く時は浅入りの時と比べてちょっと微粉が出づらいように粗めに引くとか、そういった形でですね、まあ、ちょっと知識を使って引き分けるようなことがですね、有効になるのではないかなと思った次第でございます。まあでも確かめてみて実際全然違うよってなるかもしれません。浅入りでも深入りでも引き目のばらつきにそんな違いはないよってなるかもしれません。あるいは逆に浅入りの方が微粉が出やすいとか、まあそういうのもあるかもしれませんので、ちょっとやってみないとわからんということですね。実際にこのクルーブとですね、こちらナイスカットミルを使って、その引き目のばらつきっていうのをそれぞれ見ていきたいと思います。はい、じゃあ手順なんですけれども、こちらのナイスカットミルですね、ちょっと半分切れちゃってますけれども、こちらカリタのナイスカットミルの引き目の3番でそれぞれ浅入り深入りの豆を引きます。で、こちらのクルーブで振るって引き目のばらつきをそれぞれ調べて、差があるのかないのかっていうことですね、っていうのを見ていきたいと思います。で、これからめちゃくちゃ地味で地道な作業が続きますので、こちら早送りでいきたいと思います。では頑張ります。できました。結構面白いデータが得られたんではないかなというふうに思います。とですね、まずこの検証をする前のですね、仮説なんですけれども、こちらの深入りと浅入り、焙煎度が違う豆がそれぞれあるわけですけれども、同じ設定で引いた時、引き目のばらつきに差が出るんじゃないかっていうのが仮説でございました。で、結果がどうだったかというと、はい、傾向に違いが出ました。浅入り、深入りと見てみて、深入りのが細かい粉が発生しやすいようです。うん。ちょっと、この検証の条件だとかは下の概要欄に貼っておくので、そちらをご確認いただければと思うんですけれども、まあその条件でやった限りではですね、深
深いのが、細かい粉が出がちであると。で、引き目もばらつきがちであるという形になりました。ちょっとこの辺にグラフ出したいと思います。はい。こんな感じです。ちょっとですね、細かい粉、0.8 ミリ以下の粉の割合なんですけれども、浅入りが 22.95% に対して、深入りの方が 33.22% と、ですね、1割ぐらい差が出ましたね。深入りの方が細かい粉が出がちであるという結果でございました。いや、ちょっとこれデータまとめて、ちょっと興奮しましたね。おーっつって。なかなか、なんとなく自分でこの粉を引いて感覚的に深入りのが細かい粉が出るような気がするっていうのはなんとなく思ってたんですけども、まあ、こういう風に結果として出るとですね、うん。だから、どうっていう話じゃないんですけど、おーって なんとなく高揚感がありましたね。はい。うん、なんで、まあ、いつも深入りを飲んでる方、で、自分で引かれてる方、が、こう、浅入りの豆、ちょっと浅めの豆を買ってきて、ちょっからこれで入れてみようっていう時、いつもの深入りの引き目より、若干細かめに引いてみるとか、そういった形でちょっとアレンジするのはありかもしれません。細かい粉がたくさん入ると味がちょっと重たくなりがちなので逆に、普段浅めの豆を飲んでいる方が深めの豆を買って入れて飲んでみようかっていう時はいつもにちょっと粗めに引いてみるとかっていう風にアレンジするとすっきりした味をキープしやすいのかなという風に思います。うん、いかんせんこれ手でフリフリしなきゃいけないので何回フリフリしたんですかね、これ。それぞれ、浅入り、深入り、3回ずつやったんですよね。3回ずつやって、網をそれぞれ3回変えてるので、18フリフリですよ。で、1フリフリ1分かけたんで、18分振り切りました。いやー、でも、うん。興味深い結果が得られてよかったなと思います。ぜひですね、こちらの粉のばらつき、なぜばらつくのかということをですね、ちょっと詳しくご存知の方、ぜひぜひコメント欄で、ご教示いただけますと幸いでございます。この動画参考になった、また他の動画を見てみたいとございましたら、ぜひぜひ高評価ボタンお願いいたします。またチャンネル登録がお済みいただければ、チャンネル登録の方もぜひぜひご検討のほどお願いいたします。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。